鉄道ビジネスカジュアルへようこそ。今日は過去あった直通運転第3弾長野電鉄の乗り入れた列車をご紹介します。その列車は滋賀という急行列車です。まだ北陸新幹線が完成する前、横軽の薄い峠の路線があった頃のお話です。1960年代上野から長野の往復急行で、信越本線、高崎線経由の滋賀という東京から信州を往復するディーゼル急行がありました。1962年3月、急行滋賀の運行区間が上野から社から長野、長野電鉄湯田中間になり、長野電鉄に片側直通運転で乗り入れました。1962年当時の急行滋賀は汽車57系機動車2両でした。しかし長野電鉄信州中野から湯田中野区間に約40パーミルの急勾配が続けがあり、キハ57は速度が上がらず、普通列車と同じ速度で邪魔になっていました。1963年10月に横川から軽井沢間粘着新線の本格的運用、軽井沢から長野間電化により、キハ58は電車の165系に置き換わりました。急行滋賀は国鉄八代駅からは長野電鉄八代線を経由して湯田中まで乗り入れていました。長野電鉄乗り入れも3両になり、第1滋賀、第2滋賀の2往復になりました。1968年10月からは車両も169系電車に変わりました。急行滋賀が長野行きと湯田中行き2つあるのが乗客が分かりにくいことから、長野行きは信州、湯田中行きは滋賀と急行列車の愛称統一されました。169系は通常の165系との相違点は、薄い峠を越えるための補助機関車との協調運転ができることなどの機能強化版信越本線専用の165系のことです。急行滋賀号は長野電鉄線内に乗り入れ、首都圏から滋賀高原方面へ向かう直通列車として人気を得ました。横川駅の峠の釜飯も急行の客に対して相当売れたと思います。急行滋賀3号の当時の停車駅は、国鉄線内は上野、赤羽、大宮、熊谷、本庄、高崎、磯部、横川、軽井沢、中軽井沢、信濃追分、小諸、上田、戸倉、社、長野電鉄内、松代、須坂、信州中野、終点湯田中です。それから13年間は並結相手が長野駅発着の急行信州から直江津駅発着の急行妙高になったり、一往復が臨時化されたりといった程度の変化しかありませんでした。そしてついに1982年11月の上越新幹線開業に伴う全国規模のダイヤ改正で、急行滋賀は廃止されることとなりました。廃止の理由はそれだけではなく、モータリゼーションの乗客の減少、特急浅間増発などです。上越新幹線が開業しても、当時は大宮から上野はリレー号の運行だったので、信州方面は1998年の北陸新幹線開業まで浅間号は
上野発信州方面列車が続きました。その中でそっと急行志賀は消えました。1985年には社にあった連絡船はなくなりました。1998年に北陸新幹線長野行きが暫定開業した時は横川から軽井沢間が廃止されました。碓氷峠の鉄路がなくなりました。同時に軽井沢から篠ノ井間は第三セクターの信濃鉄道に移管しました。2012年には長野電鉄八代線も廃止されました。そこで信濃鉄道は軽井沢から八代にリバイバル滋賀の運行を期間限定3月20日、3月24日、3月25日、3月31日で始めました。急行滋賀も復活することはないでしょう。現在長野電鉄は旧成田エキスプレス253系のスノーモンキー、小田急ロマンスカーの湯煙島の特急を長野から湯田中間で運転しております。長野電鉄も木島線、八代線と廃止となり、今は本線だけとなっております。急行滋賀はかつて存在した貴重な直通急行だと思います。